はい、こんにちは、ミカスです。今日またですね、クロス株の話になります。冬自宅、以前ね、ウィンドウスクリーン、風防をね、つけましたっていう動画を上げたと思うんですけど、今日はね、その第2弾といいますか、手ですね。まあ、グローブしたりしてもやっぱり風が当たるとね、冷たい風が当たるともうかじかんじゃって感覚なくなっちゃってって冬場になると思うんですよ。そこで少しでもその手に当たる風を軽減してあげようと思いまして、今日はですね、こちらを紹介しようと思います。はい、キタコのですね、ナックルカバーで、自分のクロスカブ黄色なんで黄色にしてみました。はい、中身は説明書と本体ですね。さあ、で、メインのね、そのカバーと金具式が入ってます。さあ、それで、この商品の取り付け方なんですけど、こういうね、アームが入ってるんですよ。で、これを、ハンドルバーにこう締めてあげて、でそこに、こういう風につけるといった感じになります。では早速つけてみましょう。今日紹介しましたのはキタコのナックルカバーでした。以上です。じゃあね、さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらの方登録お願いします。じゃあね。